昨日は月下姉が来て大変だったね。もう当分は月下お姉ちゃんとは会わなくていいわ。そういえば壊れたスカウターはどうしたの？後で月下姉があれよりいいもの買ってあげるってメールが来たよ。あら、よかったじゃない。なんか私がいないところでいろんなことがあったんですね。逆にいなくてよかったわよ。霊夢なんて恐怖のあまり今日は寝込んでるらしいしね。ガクブルガクブル。月下が高速で追いかけてくる。は、夢か。そうよ、夢よ。今月下がここにいるわけないじゃない。あら、元気そうで何よりだわ、霊夢さん。あら、また寝ちゃったわね。パトの言う通り少し看病しないとね。まあ大丈夫だよ、メールで霊夢の看病を月下姉に頼んでおいたし。それ、逆に悪化しないかしら。もう、月下ちゃんは月下お姉ちゃんを怖がりすぎだよ。いや、怖いというか苦手というか。霊夢さんや節下さんが怯えるほどなんですか。いや、お姉ちゃんって何でもかんでも高速だから、誰もいないところにいきなり現れるのよ。ある意味お化けより立ちが悪い気がするわ。節下、ちゃんと聞こえてるからね。じゃあ、ごめんなさい。うわ、今声が聞こえましたよ。そうだった。月下姉って光を伝って情報を仕入れているから、ここの情報も幻想郷にいる限り丸分かりなんだった。そう考えたら月下お姉ちゃんにこっそり戦闘力を測ってたのも最初から丸分かりだったわけよね。ああ、すっかり忘れてたよ。なんかすごい人なんですね。ということはうぷ主さんたちは4人兄弟なんですか。いや、5人兄弟だよ。え、まだいるんですか。一番上が月下姉、次が僕、次は双子の私たちね。節下ちゃんがお姉ちゃんで私が妹になるんだよ。それで一番下が、ろか。へぇ、ろかちゃんって言うんですね。いつか会ってみたいです。それじゃあ今すぐ会ってみるかい？会ってみたいです。ってあれ、さっきの声は誰ですか？ろかちゃん。まさかこんなところにいるはずが。ふはは、驚いているようだな、諸君。それではこの姿を晒して死んぜよう。とう。来た。お見事。どうもどうも。この私、四季家のアイドル的存在のろかが登場だよー。きり。別にアイドルなんて思ったことないわ。シャラーアップ。何言ってんの、せっかねえ。私ほどアイドルに向いている妹はいないでしょ。相変わらずテンションが高いわねえ。こんなところまで何しに来たのよ。ふふ、月下姉がこっちに遊びに来たって聞いたから私も遊びに来たんだよ。で、別に遊びに来たわけじゃ。仲間外れなんてひどすぎるよ。その話オッケー。あ、止まった。ふう、持って数秒ね。なんか台風みたいな子ですね。あ、勘がいいね。え、風を操るんですか。どうしてですか。自己紹介くらい私にやらせてよ。く、今回は10秒くらいしか持たなかったわ。まあまあ、自己紹介聞きたいですし。よくぞ言った、そこの礼儀正しき剣士。いえいえ、それほどでも。かっこいい、おっとな、ヤマトなでしこ。そんなことないですよ。また凍らされたい。ブーブー、わかりましたよ。ちゃんと自己紹介します。ふう、それじゃあ改めて。私は四季、ろかって言います。年齢は13歳、大岡姉と節下姉とは2つしか違わないんだよ。大岡さんと節下さんは15歳だったんですか。あれ、言ってなかった。ちなみに僕は16歳だよ。みんな若いんですね。ちなみに月下姉は18歳だよね。あんた学校はどうしたのよ。なんかすごく偏差値が高い私立の中学に入ってから何も聞いてないよね。そういえば月下姉がろかを見つけるのは大変って言ってたわよね。あ、私用事があるから帰るね。さらばさせるか。捕獲完了。なんで逃げようとしたんだろ。どうせ学校のことでしょ。正解だから何も言えない。私の行為を当たり前のように解かないでくれるかしら。何気にショックなんだけど。それでなんで逃げようとしたの。学校に行ってないからかな。なんで学校に行かないのよ。いいじゃない、学校ってすごくつまらないんだもん。でもせっかく有名な学校に入れたのに。学校ですか。私は行ったことないですね。どんなところなんですか。目が不自由な顔させられる場所。思って学ぶところ。あれ、なんかみんな目が死んでません。というか学校にいい思い出はないんですか。ないわけじゃないけど、ほとんどいい思い出はないわね。体を動かしたいのに、体育は週に1回しかない。部活は団体行動とルールをよく破るから何回退部したか。部活に関しては自業自得だね。だからとりあえずいろんなところに行って楽しんでいるってわけ。でもせめて中学までは頑張りなさいよ。ふんだ、私は夢中になれるものを見つける旅に出てるから家にも学校にも帰りません。まあ、月下お姉ちゃんがろかを野放しにしてるってことは、お父さんも黙認してるってことなんだろうな。まあ、いいわよ。でも危ないこととかして怪我しないようにね。大丈夫だよ、大岡姉や節下姉よりかは強い自信があるから。確かに節下の氷をいとも簡単にとったところを見ると、節下より力はあるんだろうな。ふん、私たちも修行して強くなってるんだからね。それじゃあ私と戦ってみる。
いいわね、私も大会で強くなったことを証明してあげるわ。え、戦うんですか？止めなくていいんですか？まあ、小さい頃から一緒に修行していたらしいから大丈夫だと思うよ。ふふ、二人とも頑張ってね。それじゃあ場所を変えるわよ。それじゃあ、いつも通り、コウさんもしくは私の判断で勝敗が決まるルールでいくね。望むところよ。さて、どれくらい鉄火姉が強くなったか楽しみだね。さあ、ロカはどれくらい強いんだろう。え、うつむしさんは知らないんですか？僕は修行していなかったからね。それでは始め。まずは、束縛ゾーン、でロカの動きを止める。何ぼーっとしてるの、鉄火姉。はや。でも力はまだ大したことなさそうね。七つあきしき、小晴らし。いけない。うわぁ、七つあきしき、風の子供。これから先はずっと私のターンだよ。く、油断した。風の力で勢いをつける。あの子の得意戦術じゃない。風の子供をまとわれたらまずい。風天連撃。うわぁ、さあ、ここで終わらせる。束縛ゾーン。よし、動きを封じれば、あとはこっちの。七つあきしき、鈴虫。何？これ。うわぁ？相変わらず石火姉は氷しか使わないよね。それだけじゃ、この先、誰にも勝てなくなるよ。季節という広い範囲の能力を最大限まで活かす戦い方ができないようじゃ。まだまだ私や月火姉には程遠い。ロカちゃん。大火姉、石火姉、悪いことは言わない。もう一度お父さんと月火姉の元で修行し直してきた方がいいんじゃないかな。それは。石火姉が強くなりたい理由を知ってるから、誰かを守るために戦うのなら、絶対に必要なことだと思うよ。うん。それじゃあ私は月火姉のところに行ったらまた旅に出るから。また会った時は今より強くなってることを期待してるね。大丈夫だよ、ロカ。二人はまだまだ強くなる。僕はそう信じてる。うん、私も信じてる。だって私の大好きなお姉ちゃんたちだもん。そこは心配してないよ。ただ。いや、なんでもないよ。それじゃあ私は行くね。うん、またどこかで。一体、どうやって石火さんを。それより早く家に運んであげないと。そうだね。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。他にもいろんな動画がありますので。ぜひ、見ていってね。過去の動画は再生リストにまとめてるので。そちらを見ていただくと、よりパトパトチャンネルを楽しめますよ。ぜひチェックしていってくださいね。次回もお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。